なりたいチャンネルです。影の実力者になりたくて、第186話、イプシロンの隠し味、第187話、イプシロンの華麗なる変装、朗読を始めます。第186話、イプシロンの隠し味。イプシロンはカイとオメガを連れて闇の中を駆けていた。主は、先に行く、と言って先行している。作戦はシンプルな夜襲である。闇夜に紛れてドM派を強襲し、深刻な被害を与えようというのだ。国王派とドM派、まともに戦えばドM派が勝利するだろうとイプシロンは思っている。しかし、この戦いはまともではない。国王派の裏にはシャドーガーデンがいて、ドM派の裏には教団がいる。これはシャドーガーデンと教団の代理戦争に近いのだ。シャドーガーデンの個々の強さを考えれば、少数精鋭による夜襲は合理的な選択だ。こちらの戦力は七影一人にナンバーズ二人、さらに主もいる。敵兵の数によっては、一夜にして壊滅してもおかしくはないだろう。だが、国王派の背後にシャドーガーデンがいるように、ドM派の背後にも教団がいる。彼女たちはこれから、教団の戦力が集中する野営地に夜襲をかけるのだ。油断はできない。主の存在がなければ、決して選択しない作戦だった。我々の仕事は主様のサポートよ。潜入したら各自指揮官を狙い混乱させなさい。カイとオメガは無言でうなずく。主様が見ている前で失敗は許さないから、私に恥をかかせないで。イプシロンの口調はきついが、いつものことなのでカイとオメガは黙ってうなずく。ちなみに私が仕留めた雪うさぎを主様は美味しいって言ってくれたんだから。イプシロンはなぜか全く関係ないことを話し出すが、いつものことなのでカイとオメガは黙ってうなずく。当然よね。だって隠し味は愛、なんてね。勝手に照れて赤面するイプシロンだったが、いつものことなのでカイとオメガは黙ってうなずいた。そして、彼女たちの前に敵軍の野営地が見えてきた。ここはドM派の野営地。国王派の軍はまだ遠い。ファ、あ、気の抜けたあくびをして、見張りの兵士は目をこすった。その時、ん?背後を何か通ったような気がして兵士は振り返る。気のせいか。だがそこには何もいない。兵士は再び目をこすって見張りを続けた。ん?しばらくして、彼は辺りを見回した。小さな悲鳴のような声が聞こえた気がしたのだ。だが辺りは松明の小さな明かりが輝いているだけ。静かな夜だ。近くの天幕には大体の中佐が眠っている。ふと兵士が松明を掲げると、天幕はその明かりで闇から浮かび上がる。え?白い天幕に血痕が飛び散っていた。彼は慌てて天幕に駆け込んだ。中佐、ご無事ですか?な。そこに、無残に首を刈られた中佐の死体が転がっていた。天幕内は血しぶきで赤く染まっているが、争った形跡はない。一瞬で、その首を刈り取ったのだ。て。兵士の声が震えていた。敵の侵入に気づかなかった、見張りの失態なのだ。彼は何もないところで転び、そして這いずりながら天幕の外に出て息を吸い込んだ。そして叫ぶ。敵襲。一瞬で、周囲が慌ただしくなった。彼は天幕から逃げるように這いずって、壊れたように叫び続けた。そして、ふと隣の天幕を見る。そんな。そこも、血しぶきで赤く染まっていた。第187話、イプシロンの華麗なる変装。敵襲だと、ドM は広い天幕の中でランプを灯した。敵は少数、闇に紛れて侵入したと思われます。ドM の側近が報告する。この陣は教団のメンバーで固めたドM派の中枢である。迷いなくここを襲撃することができるとしたら、それは、シャドーガーデンか。ドM の顔が歪んだ。国王派の人間にこの陣を襲撃できるとは思えない。だがシャドーガーデンの情報力があれば、
ド M の居場所と教団の動きを知られている可能性がある。クソ、一体どれだけ情報が漏れている。情報が流出しているとは思えません。対策は完璧なはずです。今回は偶然で。黙れ、どれだけ偶然が続いていると思っている。ラギッタが殺されたのを忘れたか。これまで何度、奴らのせいで計画が台無しになった。お許しを。側近は声を震わせた。奴らを侮るな。ラギッタがやられたせいで面倒なことになった。ここが襲撃されたということは、すべての情報を知られていると思った方がいい。そんなまさか、我々の計画をどうやって知るというのです。知らないはずの情報を知っている。それがシャドーガーデンという組織だ。ド M はそう言って、広い天幕の中心に置かれた缶に手を伸ばす。飾り気はないが、過剰なほど堅牢な缶だ。缶には太い鎖が何重にも巻かれ、缶の中心に小さな穴が開いている。鍵穴のようで、鍵穴ではない。それは、正真正銘、ただの小さな穴だった。これも、知られているはずだ。英雄のことも、素体のことも、そして飛躍のことも。ありえません。英雄の素体のことは絶対に。その瞬間、一陣の風が天幕を通り抜けた。なるほど、そういうことだったのね。美しい声が響くと同時に、側近の体が両断されて血しぶきが舞う。貴様は、ド M が美しい声の主を睨んだ。お久しぶりね、ド M。城ではお世話になったわ。そこにいたのは、透き通った泉のような髪の美女イプシロンだった。イプシロン、あの怪我で生きていたか。おかげさまでね、男たちに追いかけ回されて大変だったのよ。美人の宿命ね。しかし、痩せたな。七影といえども、厳しい状況だったということだ。変装しているだけよ。変装？そう、変装しているの。ふむ。確かに、ただ痩せたにしてはボリュームが減りすぎている。本当に変装なのか、それとも七影の限界を悟られないためのブラフか。微妙な緊張感が、二人の間に漂う。手当てしなくていいの？イプシロンがド M を見据えて言う。ド M の右肩には、いつの間にか切り傷ができていた。イプシロンは側近を始末すると同時に、ド M にも斬撃を放っていたのだ。問題ない、かすり傷だ。とっさに避けたのは大したものね。でも、ここにモードレッドはいない。私の体調も万全。あなたが勝てる見込みは万に一つもないわ。なるほど、どこまで知っている？おおよそのことは、二人は会話を続ける。ド M は時間を稼ぐため、イプシロンは情報を引き出すために、教団が特定の悪魔月に執着している理由、ようやくわかったわ。言ってみろ。答え合わせをしてやろう。遥か昔、魔人ディアボロスを倒した三人の英雄の一人、フレイヤ。どういうわけか、彼女の遺体を教団は手に入れた。やはりそれがラギッタの城を落とした理由か。教団はディアボロス細胞に適合したフレイヤの遺体を研究し、新たな英雄を生み出そうとした。そのために、死んだ英雄に代わる新たな肉体が必要だった教団は、英雄フレイヤの血を色濃く受け継いでいると思われる三人の候補を探し出した。ああ、そうだ。我々が求める素体は、貴様らも知っての通り、ローズ、オリアナ、アレクシア、ミドガル、そして、クレア、カゲノー、すべて、貴様らの保護下にある。ド M は唇を歪めて、イプシロンを睨んだ。一体、どれほど我々の邪魔をすれば気が済む。我々ですら確証を得ていない段階で、なぜ貴様らは先に正解へたどり着く。答えろ。ド M の剣幕に、イプシロンは視線をそらし遠くを見た。それはまるで、その先にいる誰かを見つめているかのように。すべての真実は、シャドウ様が進む先にある。シャドウ、あの男か。あの男のせいで。ド M の脳裏に蘇るのは、武神祭で見せたシャドウの剣筋。研ぎ澄まされた芸術のようなそれは、ド M の記憶に深く刻まれていた。さて、おしゃべりの時間は終わりにしましょうか。
そう急ぐな。もう一つ、いいことを教えてやろう。組対の候補が三人なのは事実だ。だが、それには及ばなくとも、ちょうど再利用できそうな組対を回収していてな。ド M の傍らにある缶。その缶に開いた小さな穴に、ド M は赤い液体を流し終えていた。封じられた缶から魔力が溢れ出す。さあ、目を覚ませ。父を殺した仇を討ちたいだろう、ミリア。え?そして、缶が砕けた。次回は、影の実力者第188話、森の中のお散歩第189話、すべてがつながったが想定の範囲内でしかない。高評価、チャンネル登録、お願いします。